タヤバームクーヘンです。ただいまですね、近江八幡、イオン近江八幡に来ました。ここはですね、マイカルタウンですね。ここマイカルタウンでございます。なのでここはですね、結構な面積を誇るですね、スポットでございます。イオンシネマとかですね、こんな感じだったりとか、この出口っていうやつですね。出口っていうのが完全にマイカルですね。これマイカルです。でこのイオン、こんな感じですね。出口ですね。カラオケレインボーアクア21ですね。中はですね、相変わらずこれちょっと撮影がちょっと禁止なんで、ちょっと外ですね、ぐるっとですね、これは散策しがいがあるですね、感じですよね。これ結構ね、時間を要するかもしれないですけども、時間お付き合いいただけたら幸いです。ドーンとですね、はい、じゃあこんな感じで一旦切ります。駐車場ですね。はい、タヤバームクーヘンです。ただいまですね、イオンですね、近江八幡やってきました。旧マイカルタウンですね、近江八幡でございます。滋賀県ですね。はい、じゃあここぐるっとですね回りたいと思います。まず駐車場ですね、イオン近江八幡って書いてありますね。これ渋いなぁ、マジで渋すぎですわ。これ冗談抜きで、マジか、かっちょいいなぁ、かっちょよすぎだろう。これはいいですね。これは多分ですね、わかんないと思います。ファンじゃないとですね、マイカルのファンじゃないと、これね、イオン近江八幡って書いてますね。マイカルの名残がですねありますね。まざまざと感じられます。ズドーンとですね感じられますけども、いいですね。感じの、これ駐車場さっき止めたところの上のところですね、カラオケレインボーアクア21ですね。ちょっとこれ一回ですね、まっすぐ通させてください。上信、上信も、一応エリア内にありますんでね、ズドーン。これは結構ね嬉しいですね、マイカルファンとしてはですね、嬉しい感じですよ。これやっこうなっちゃってますかね。ちょっとじゃあ行きますか。わあ、感慨深いですね。私からしたら感慨深い雰囲気です。これ嬉しいったらありゃしないっていうですね、言葉が一番当てはまりますね。わあ、これは次の一番街ですね、一番街。
ちょっとこれは渡りますよ。ズドーン。これはすごいな。駐車場からスタートしましたからね。上信を表にしてですね、これですね、イオン大見八幡、これちょっとこっちですね、やっぱちょっと駅の方行かなきゃダメですよ。これこっち取らないと話にならないですね。ちょっと遠巻きでちょっと拡大するか、8倍ぐらいにしとくか。8掛けの1番街、ちょっと遠巻きで申し訳ないですけども、ちょっとまた後で近づくんでね、ご了承いただければと思いますけども、大見八幡。ちょっとこっち行きますか。あ、こんな感じですね。ちょっと逆光になっちゃうんですよね、いつも。うわ、これはいいな、完璧じゃねえか、大見八幡のこの完璧しか言いようがないな。じゃあちょっと行きましょうか。うわ、また落として完璧に壊れちゃったな。一旦切りますね。大見商人発祥の地って書いてありますね。大見商人発祥の地でございます。ちょっとこっち行きましょうか。一回切りまーす。ちょっと2階に上がってきました。すいません、今ですね、かなりショックなことがありまして、さっきですねスマホ落としたの皆さんガチャって見えたと思いますけども、もう背面がね、もうバラバラになっちゃってますね。バラバラになっちゃってます。やば、マジでやべえ。背面が、これちょっともう大切にちょっと気をつけて使わないとダメですね。
ちょっとですね、皆さんにお見せしますけども、これですね。第1種、小売店舗、マイカル総合開発ですね。昭和63年の5月23日になってますね。まあ、上には、まあ、イオンって感じでありますけども、でハートビルのマークもあります。これを見たかったんですよ。はい、いきますかね。入り口こんな感じですね。ちょっとぐるっと回りますか。うわー、ダメージ大きいな。これもあれだな、もう水の中にちょっと入れられないわ。これもうひび入っちゃった。うわー、マジか、ひび入っちまったよ。店内は撮影 NG なんで、ちょっとですね、ぐるっと回りたいと思います。どんどん傷ついちゃっていくのがですね、痛々しくなってきました。ちょっとですね、やばいですわ。やっぱり今度は素手で持つときはあれだな、両方で持たなきゃダメだな。ちょっともうかなりもうボロボロになっちゃったな、このスマホは。
前からの感じがありありと残ってるな。あれ持ってくればよかったな。イオンモバイル。ちょっと登って終わりにするかな。ちょっと一旦切ります。はい、ちょっとですね、こんな感じでちょっと2番街と1番街のちょっとね、あの中継のところ来ましたんで、あっちはイオンシネマなんで、こっちですね、こっちでございます。ちょっとこっちお見せしますか。近江八幡ですね。かなりね汚い動画になってると思うんでね、ご了承いただきたいと思いますけども、こっちもですねイオンですね。でハートビルで、ここはですね、なんか前からじゃなくてイオンリテール株式会社、ちょっと名前も平成9年10月21日になってますね。で、こんな感じですね。ちょっと行きましょう。じゃあ一旦切ります。まあ、駐車場群ですね。ここちょっと見てくださいよ。多分ね、ここだと思うんですよね。じゃあ切りまーす。ちょっとですね、P がですね、旧前からの時のあれですけどね、ちょっと駐車場別のところに出てきちゃいましたね。日本カーボン滋賀工場がありますね。ちょっと切りまーす。